明月几时有，把酒问青天。祖食の水晶花糖、家族団らんを願う傑作で春節の定番です。2021監視の夕べで読みました。寄り添うは風、それが人間の生きる世界。海外游子对于每逢佳节倍思亲这句话有着特别深切的感受，因此呢，我们就决定送上苏轼的这首《水调歌头》，用这首词呢，寄托对家乡的父老乡亲的这种思念之情。監視の夕べは、世界中の監視愛好者が集まる国際文化交流の活動で、2015年から中国と海外のおよそ60カ国で開催され、今年で7回目を迎えました。新型コロナの感染拡大で、カナダやアメリカなどほとんどの国では中止になりましたが、日本だけは開催することに決めました。ただ、例年のような参加者が集まって開くのではなく、オンラインで行うことにしました。監視の夕べを開催する目的は、中国人と日本人のつなぎを深めて、監視の力で勇気と励みを与え、一緒に新しい春をお迎えようと期待しています。オンライン開催は簡単ではありませんでした。照明、録画など、もともと実行委員会が行ってきた仕事は、すべて出演者自身がやらなくてはなりません。特に無心中文学校のように、出演者が全員子どもの場合、準備は学校や保護者がやらなければなりません。子どもたちが自宅で練習して、先生がリモート指導しました。いろいろと苦労しましたが、みんな真剣に取り組んで、今回の作品を完成させました。子どもたちも晴れ舞台に向け、衣装や道具選びに余念がありません。真っ赤な服を着た超月ちゃんは、挨拶のポーズの角度や提灯を持ってみたりして、自分で演出を考えています。中国風が好きな宋定元くんが選んだのは、青い中国服と手作りの切り紙。張新健くんはスーツを新調してもらい、春節に欠かせない爆竹に火をつけました。みんな春節への思いを込めて準備しました。元日爆竹声中一岁除，春分送暖入屠苏，千门万户瞳瞳日，总把新袍换旧服。スクリーン越しでも子どもたちの熱意が伝わります。在录制过程中，孩子对中国传统的节日春节有了非常深入的了解，能够发自内心的去喜欢像春节、中秋节、端午节这样传统的节日。明白了，无论他出生在哪里，生长在哪里，都要以自己是中国人而感到骄傲和自豪。日本だけでなく、中国でも出演者が練習に励んでいます。内モンゴル、ウランジャップ市のパオです。歌手のアムさんと仲間たちが録画を準備しています。马头琴手乌拉你好。马头琴手纳顺，这把琴是那个19年的时候去东京演出时候用的马头琴。今年歌うのは日本の歌謡曲北国の春。歌詞はモンゴル語で書いた詩です。很有意境、特别美的歌词。编曲方面呢，也是用了很多蒙古族的元素，马头琴之类的。啊，蒙古语版本的《北国之春》，我相信会给大家带来一个不一样的感觉。東京に行けないのは残念ですが、モンゴルのパオの中で団子とミルクティーを前に、歌声とモンゴルの春節の風景を日本へ届けるのも悪くないとアムさんは笑いました。三線息をことにすれども、風月天を同じうす、日本の公園で録画した清玉庵、武漢の自宅で吟じた観雀楼に登る、東京の日本詩吟学院で読んだ春節、
コロナ禍は人と人との距離を遠くしましたが、漢詩の夕べのオンライン開催は中日両国の漢詩愛好家と視聴者たちの距離を近づけました。